これは1万年前代弁者との戦いの後、扉は一つだけでした。ああ、そうだったな。王が笑ってるの？これが笑わずにいられるか。忌まわしい混沌の連鎖を抜け出す道がようやく開いた。そんな気がしないか。確かに私たちがその資格を得たということ。こんなことが起きるなんて、こんな道があったなんて。箱舟の寿命が尽きる前に私たちの手で全てを終わらせるんだ。バティ、気を抜くな。ええ、わかっ。どうやらまだ戦いは続きそうだな。血の匂いがする。執行者、マナにやられたはずでは。でも、まるで無傷よ。まさか、不死の力か。バーティー、行くぞ。共に。かける、叩き潰す。ダメだわ。いくらダメージを与えてもすぐに再生してしまう。このままでは自利品だな。打つ手はないの？一つだけある。奴の再生力を上回る力をぶつける。それしかない。そんなことできるの？わからない。最大限まで力を貯めた一撃なら、あるいは。だがそのためには。わかったわ。オーガが力を貯めるまで、私が時間を稼げばいいのね。やれるか？任せて。子よりも生きながらえた。その子、これなら。覚悟は良いですね。テイルイに酔いしれるのは。こよりも生きながらえた。覚悟は良いですね。やったな、バディ。ええ。よく一人で耐えてくれた。怪我はないか？
大丈夫よ。さあ、先に進みましょう。ああ。この傷では、もう…でも、オーガに気づかれないように…最後まで、命尽きる瞬間まで、私はあの人と戦う。
決闘場か。ここに繋がっているとはな。アユタとマナは二人でどこかに避難でもしたか。いや、待て。アユタ、どうした。代弁者がマナを。何ですって。代弁者はお前の下僕じゃないのか。プログラムの誤作動だ。自らの目的を達するためにとにかく強い力を求めてる。それでマナの生命力をエネルギーに変える力に目をつけて。わかった。マナのことは私に任せておけ。オーガ、俺を連れて行ってくれ。だが、その怪我ではこんな形でマナを失いたくないんだ。肩に掴まれ。代弁者、マナをどうした。吸収は正常に完了した。マナは我の一部となっている。なんだと。我は戦士の力を試す者。戦士が我の力を超えるならばさらなる強さが必要なのは自明の理。どこまでも強さを追求する。どこまでも、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 どこまでも。そんな、箱舟の崩壊がこんなところまで影響するなんて。クソ、マナを返せ。よせ、アユタ。戦いを邪魔する者には死あるのみ。アユタ、しっかりしろ。マナ、今助け、俺たちは最後まで一緒だ。いらぬ邪魔が入ったが、さて。オーガ、バティ、よくぞ執行者を倒しここまでたどり着いた。貴様、よくもアユタとマナを。いけない、血を流しすぎた。でも、ダメ。
ここで倒れるわけにはいかない。せめてこの戦いだけでも。先ほどの戦いでは原初の二人になるための資格を判定させてもらった。ここに来たということは終局の扉の先に進むための判定となる。終局の扉だと？まさかその先にクオリアがいるのか？真実を知りたければ我を倒して先に進むがよい。扉の前で待つ我らが主が全てをお前たちに話すだろう。バーティ、連鎖を断ち切る時がついに来たぞ。はい。終局の扉を求めるならば我に勝って力を証明せよ。終局の二人の判定は全ての機能を解放して行う。前を見据え続ける。それが未来を切り開くための証券。この程度すでに奪えろということか。ただでは。一万年の炎行。どうなればこそ、なせる自分が。悪くない。受け切る。この鬼に及んで胸が高ぶる。子よりも生きながらいた。その答えを。その身に宿る狂気よ。集中力を乱します。なるほど。受け切る。この後に及んで胸が高ぶる。子よりも生きながらえた。そのコチコチ能力を高めます。何の不足があるんでしょう。蓋然性を示す。押し通る。テイルイに酔いしれるのはもう飽き飽きなの。ふっ。奴らも必死だな。テイルイに酔いしれるのはもう飽き飽きなの。急速な代謝を促します。よし。不条のればこそなせる自分。甘い。
の鬼を呼んで胸が高ぶる。この先にある未来、それは果たして急速な代謝を促します。必ずたどり着くために。アユタ様の思い、この私が受け継ぐ。この力、力を示せ。この鬼を呼んで胸が高ぶる。手衣類に酔いしれるのはもう飽き飽きなの。振り切る。落ちたな、代弁者よ。勝ったの？やったぞ、バーティ。こんなはずでは、マナの力を手に入れたのに。しつこい奴だ、バーティ。奴にとどめを刺すぞ。待て、どうした？これは血。しかも今やられた怪我じゃないな。執行者との戦いの時か。ええ、なぜ言わなかった？言えばあなたは前に進むことをやめてしまう。ようやく忌まわしき連鎖を断ち切れるというのに。連鎖を断ち切るにしても、それはお前が一緒であったからこその話だ。さあ早く傷の手当てだ。手当てはもう必要ありません。自分の体は自分が一番わかります。これは何を言っている。私のことよりも代弁者にとどめを。バーティ、しっかりするんだ。しっかりしてくれ。オーガ、お願い。倒してみせよ。分かった、バーティ。私の戦いを見ていてくれ。この鬼を呼んで胸が高ぶる。撃たろ。この一万年の答え、ここで見つけられるのか。知れず。
この1万年の答え。はっ。おう。生贄の子羊たちよ。やっ。うん。ここだ。この1万年の答え。はっ。なせる自分すのもある傷の痛み、この力、生贄の子羊たちよ、力を示せ。奴らも必死だな。浅かったか。こんなものか。蓋然性を示せ。力を示せ。どんな手段を使ってでも。手向けの花と受け取り。無休に渡る因縁、ここで断ち切らせてもらうぞ、代弁者。バーティー、勝ったぞ。そんな、バーティー、私を一人にしないでくれ。バーティー、どうして？マナ、私の生命力をそのまま放ちました。うまくいったみたいでよかったです。すまないマナ。オーガさん、私たちはアユタの言ったように、もし来世というものがあるのであれば、きっとそこでまた出会える、そんな気がしています。だから大未来を、そんな未来をよろしくお願いします。バディ、立てるか。私、生きているのね。マナのおかげだ。マナの、あの子は最後まで。お前たちを引き離す者はもういない。約束しよう、世界の終焉など起こさせない。私たちが必ず
未来。
頭がこれそう。たかがイメージな。これほどとは。こんな存在に、たった二人で対抗なんてできるの？全能者が期待している。私たちが戦うことがきっかけとなって何かが起きることを。何かが起きるにしても何も起きない。あるしかない。 勝ち目の薄い戦いでも、もはや引けぬ。エッシャ、ミューシャ、イルカ、シャモン、アユタ、マナ、こんなことで目をつむり膝をついてしまったら、あいつらに笑われてしまう。子供たちには、 明日を作る義務があり、明日を夢見る権利があります。悪しき混沌の連鎖などぶち壊す。一万年分の思い、その全てをクオリアに。 行くぞ、バーティー。まずは全能者だ。 どうした？ いえ、私たち、たちの悪い夫婦だなって思って。 何を言う。最強の夫婦だろう。
その先に待っているのは全能者、おそらくテイヤだ。アユタが言っていた。テイヤは箱舟と同化したのだと。最後の相手はこの箱舟そのものということね。だが先ほどの代弁者の暴走といい、おそらくテイヤの精神はもう彼女の限界が近い。私たちがテイヤを倒すのが先か、箱舟が自壊するのが先か、この地で散っていった数多くの戦士たち、ダンテ、レイチェル、お父さん、お母さん、そして我らの王を二度とこんな思い誰にもさせない。終局の扉、すべての決着の地はこの向こう側にある。私は全能者、アルカアレーナの主催者にして四組を選別し休合した者。オーガとバティよ、二人の戦いは代弁者を通して見せてもらいました。ここまで来た以上、あなたたちは私に勝ち、終局の扉の先へ進まねばなりません。それが人類の悲願。もう腕試しは十分だろう。まだ私たちの力がわからないというのか。クオリアの強さはあなたたちの想像を絶するものです。極限まで力を見極めなくてはなりません。そのために私は地球にやってきました。お前は何様のつもりだ。クオリアを倒したいなら自分たちだけでやればいい。それは不可能。この時空に現れるクオリアだけが人類が勝てる唯一の可能性なのです。得意点のことね。そうです。私にあなたたちの力を示してください。十分な力を持っていると分かればクオリアとの戦いを許可しましょう。ですが、もしも戦い、ふさわしい強さを持ち合わせていないと判断すれば。それが傲慢だとなぜ気づかない。世界を、宇宙を救う、耳障りのいい大義のためなら何をしてもいいと思っているのか。今まで自分がしてきたことを考えてみろ。私たちはあなたの奴隷ではありません。あなたたちの感情に興味はありません。私が知りたいのは強いのか弱いのか、それだけです。お前の目的のために生きる日々はうんざりだ。ではあなたはクオリアに滅ぼされても良いというのですか。そうではない。お前たちの手先としては戦わんというだけのこと。我々は我々の意志でクオリアを倒してみせる。どう捉えるかはあなた方の勝手。私とクオリアに勝たねば
箱舟と共に朽ち果てるのみ。この後に及んで胸が高ぶる。子よりも生きながらえた。その答えを。前を見据え続ける。それが未来を切り開くための証券。自らを信じなさい。人はさらなる可能性を秘めているのです。この後に及んで胸が高ぶる。子よりも生きながらえた。その答えを。前を見据え続ける。それが未来を切り開くための証券。いや、程度。この後に及んで胸が高ぶる。この先にある未来、それは果たし急速な代謝を促します。必ずたどり着くために。いや、この反応。どこを狙っている。共に。急速な代謝を促します。必ずたどり着くために。集中するぞ。はっこの身の海すら力へと変換して。さあ行きましょう。ここまで熟成しましたか。押し通る。子供たちのためにも諦めるわけに。まだ戦いは終わっていない。死はまだ私を必要ともしていない。力を示しなさい。押し通る。定類に酔いしれるのはもう飽き飽きない。急速な代謝を促します。必ずたどり着くために。はあ、
この鬼を呼んで胸が高ぶる。ゼロでなければかける価値はあります。自己治癒能力を高めます。何の不足がありましょう。はっ、押し通る。手衣類に酔いしれるのはもう飽き飽きなの。私の可愛い子供たち、これなら。やめ、波動存在、神の終焉の日、破滅の意志に目的などない。それに対抗できるの明確な意志。生きた。あなたと生きたい。あ、ゆ。倒せる。倒せるわ。すべてを終わらせてみせる。悪魔にうなされるのはもう十分。そこだ。滅罪は無限地獄にて行います。だからこの程度。見事です。あなたたち、終局の扉を開く資格を得ました。扉の先は世界の終息地では、ゴーリアが現れる場所。とうとう、とうとうこの時が。小さな可能性を信じ、悠久の絶望の中紡いできた因子。私たちが待ち望む終局の二人。この先で起こることは私たちにも計り知れません。託します。未来を祈ります。あなたたちの勝利。お前は本当に人類の未来を考えていたのかもしれない。だからといって人を道具のように使っていい道理はない。テイヤ、そのすべてを世界に捧げた人。あとは任せろ。安心してね。Oh.
極の扉か。この先にクオリアがいるのね。私たちの遺伝子ではクオリアには勝てない。またループして破滅に向かっていくだけ。ここに来、しかし違った。自分たちの子孫やアユタとの戦いを通じて私はさらに強くなることができた。だからここまでたどり着けた。人間は生まれた時点で全てが決まるわけではない。生きていく過程の中でいくらでも進化できる。私の血に染まった人生に意味がある。この先にあるのは命を紡ぐための戦い。やっと子供たちのために戦うことができるわ。私たちと関わった全ての者たちのために、これから生まれてくる全ての命のために。
you